目指せポケモンマスター、ジハーディ高橋です。レギュレーション F 最終シーズンの終了まで残り2日となってまいりました。現在順位8000位という、まあ、やや絶望的な位置にいるんだけど、まあ、ここから4桁台を駆け上がって最終3桁に手を伸ばしていきたい。もう今日は余計な前置きはいらない。早速ランクマに潜っていこうと思います。マッチングしました。 A0 厳選頑張ってる人お願いします。いや、なんかもうむちゃくちゃなパーティーなんだけど、これまずその一番下のゴミがいるし、禁電環境になったらあのメタモンとかいうゴミが増えるんだろうな。で、あとはマシマシラ、イーネイヌ、キチキギスに、オーガポンで、アカツキガチグマと、まあこれはなんか北神の里感じるパーティーだな。俺一時期さ、このパーティーで潜ったよな。メタモン抜きで5匹だけのパーティーで、なんか北神の里記念構築みたいなんで潜った気がするわ。ランクマトリックルームは刺さるっちゃ刺さるんかな。いや、アカツキは絶対刺さるから、まあだから叫ぶ尻尾から入ってアカツキ投げて、それでいてラスワン誰で締めるか。ウルガモスもありだし、イダイとオスでもいい。イダイとオスで締めりゃいいような気がするけどな。いいっすか自分こんな感じで。いや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 、初手メタモンなんか投げてくんじゃねえよっていうセリフを今後の禁電環境で死ぬほど吐くことになるんだろうな。これね、何が嫌って片バレすんのが嫌なんだよな。まあいいわ、俺はまあ技打ち分けられるんで、ステロから入ろう。どうせスカーフでしょこういうメタモンは。ステロ巻いてくると、まあスカーフだと思うわ。メタモンはスカーフと相場が決まってるんだよ。で、他人の構築をそのまんまパクって、で、他人が能力を積んだ分とかそのあたりももう全部パクって、で、スカーフで S だけ上を取って、で、上から殴ろうっていう、まあ、あの根性がねじ曲がったやつが使うポケモンなんで、メタモンなんて。で、相手やれることが全くねえはずなんだよな。これガチグマ交換でも別にいいけどね。ガチグマに交換すると、まあ、ここイーネイヌに引かれた時が裏目になるか。てか、まあ、交換濃厚だから、ここ滅びの歌打ってからトリックルームにしよう。いや、これ相手スカーフじゃねえわ。これスカーフじゃねえんだ。あのね、スカーフじゃねえメタモン使うやつが一番根性終わってる。スカーフじゃなくて、結構同速対決仕掛けようってことでしょう。もう一番性格終わってる、そういうメタモンが。じゃあここがチグマに交換します。当然ここはメタモン交換で、キチキギスを呼んでしまうと、まあキチキギスに対しては地面技が弱点だから、大地の力打っていけばいいか。キチキギスは特防が高いポケモンなんで、まあできることならば弱点をついていきたいけど、もちろんここにテラスタル飛行を切られる可能性はある。そう考えると、俺もここテラスタル切ってノーマルテラスブラッドムーン打ちに行くわ。メタモン交換の可能性も全然あるし。おー、突っ込んでくるんだ。さすがにテラスタルをここに吐いてくるような気はしますけどね。なあ、まあこれさすがに飛行なんじゃね。みんなは禁電環境誰が使われると思う？ザシアンって使われんのかな。あー、で草なんだ。まあこれもまた地面弱点をカットできるテラスタルではあるよな。まあ、ここにテラス枠を吐かせてんのもまあ良しとしましょう。ここ安直に大地の力は打たんぞ。いや、まあ耐えられるような気はしてたけどね。毒毒、いやこれ守るとかあるやつじゃね。で、あと羽休めもあるやつ。んー、これちょっと命のリミットが設定されてんのうざいけど、まあ、ここはハイパーボイスを打ちます。ヒチキギス引くってことは守るはないんだ。で、メタモン出して、まあ最低限延命してって感じか。まあでもさっき変わり者で叫ぶ尻尾をコピーした時に補助技を打てていたから、アイテムは突撃直帰ではないと考えると、まあ耐えないでしょこれ。 HP50 とかそこらのゴミでしょ。メタモンって、まあ、その HP 以外の実数値はコピれるんだけど、 HP だけは50のままだからな。なあ、で相手もガチグマなのかよ。ガチグマ何匹いんの。1試合で3匹ガチグマが現れたぞ。で、これトリックルームまだ残ってるから、俺が上から多分殴れはする。ここはだからブラッドムーンを惜しまずに打ちましょう。しかもここキチキギスに引かないんだ。ブラッドムーン食らっていいっていう考え。うわ、すごいダメージだ。おぞましいダメージだ。しかもこれ耐えちゃうしね。なんなら耐えちゃうけど毒ダメージで退場か。うん、いや、ちょっとクソほどよくわかんねえパーティーだったわ、相手の構築が。これはね、これは一応だけど、
まあ一応叫ぶ尻尾から入るか。もうミストバーストの打ちどころがないし、叫ぶ尻尾1匹残ってしまったらもうどうしようもないんだよな。こいつだけ残ってても何ら相手を倒す手段がないし、相打ち覚悟のミストバーストになるだけだから、ここミストバーストを打って、でお墓参りの火力も上げて、でラストイダイトでしばき転がせばいい。まあ、これ絶対倒せるしな、さすがに。でキチキギスが死ぬほど S に振ってる変なキチキギスじゃない限りは S 振りのイダイトオスで上が取れる。まあなんか毒毒とか持ってる割と耐久系のキチキギスだと思うから、多分上取れると思いますよ。俺ステロ巻かれてるよな。巻かれてるわ。いやなんか禁電環境を占う不穏な敵だったな。お墓参りで終わりだよなこれ。ありがとうございました。今からメタモンが湧いてんの本当に不穏すぎる。マッチングしました。 BK さん対戦お願いします。いやすごいパーティー来たな。これは加速バトン構築ですね。ダチョウとバシャーモの加速 で最終的にラティアスにつないでアシストパワーで制圧するっていう構築だと思うんだよな。まあ、叫ぶ尻尾の滅びの歌は絶対刺さるから100差し込んでいきたいんだけど、ただ叫ぶ尻尾にはサーフ号が強いというような補完は取られている。まあ、あと何気にギャラドスもうざいし、毒キノコもやばい。この試合巨獣王にテラスタル切った方がいいような気がする。まあ、とりあえず叫ぶ尻尾は選出するだろう。で巨獣王も出すだろう。まあ例えば電磁波効かないガチグマとかを出すのはありなんか。ガチグマ投げるわ。もう鈍速2枚構成で相手取っていこうと思います。うわクエスパトラからだ。もうこれは加速バトン決めますよっていう、加速瞑想バトン決めますよって言ってるようなもんだよな。なんかこういうとちらかった構築というか、もうマイナーも織り交ぜつつ、まあ、こういう個性あるパーティーって5桁台後半にも湧くし、そこそこの中上位帯からも湧き始めるような、なんか4桁中盤ぐらいこういうパーティー割とバッコしてるイメージがある。ここはねステルスロックから入りましょう。あ、え、光の壁？瞑想バトンじゃないの？え、こういうダチョウは大体瞑想バトンでラティアスに繋いでいくんじゃねえのかと思うけど、じゃなくて、じゃないのかな？そういうのじゃない？もしかして。もしかしたら起点に特化してて、で、バトン役はバシャーモなのかな？まあいいわ、これ滅びの歌打つわ。こういうパーティーにはとりあえず滅びの歌は刺さるはずなんだよな。うわ、バトンもう打ってきた。まあ、やっぱバトンベースではあるんだ。なんかさ、一時期こういうクエスパトラ全盛期のシーズンあったじゃん。かなり序盤、もうランクマ黎明期だけど。その頃、いや、荒ぶるだけやば。いや、その頃さ、羽ばたく神に滅びの歌打たせて、で、ルミナコリジョン野郎の、クエスパトラの対策とするっていうような、そういう羽ばたく神流行ったよな。なんだこれ。食べ残し型か。とりあえずキノコの方針打たれるんかな。でここ草分けもありえるんだよな。方針打たれて時間稼がれるのは別にいいけど、キノコの方針確定なんだったら巨人王に交換したいか。いやこれ叫ぶ尻尾大事にしたい。滅びの歌さえ打てればなんぼでも仕事できると思うから、この相手にはここ巨人王に交換するわ。滅びの歌が相当相手からも想定外な手なはずなんだよな。さあどうか、キノコの胞子をしっかりと清めの塩で無効化していく。しかし草技は普通に弱点なんだよな。ただテラスタルゴーストを切ってしまうと悪技が弱点になるっていうね、絶妙な保管をしてしまってるんだよね。あとはこれラティアスが隠密マンと持ってる可能性もあるから、ちょっといろいろ注意は必要なんだけど、まあ、草技持ってても俺草分けだと思うから、ここ塩漬け一回打つわ。うわ竹を普通に引いてきた。まあ、やっぱり、滅びの歌がかなりきつかったんだろうな。ラティアス、いや、これね、隠密マントな気がする。多分隠密だと思うわ。食べ残しを荒ぶる竹が持ってたから、こいつ隠密なんじゃね？隠密だったらかなり持て余すぞ。あ、塩漬けになったわ。塩漬けになったんだけど。じゃあなんだ？ラティのアイテム。いや、これね、こっからもなんかまくられそうで怖えんだよな。何打ってくる？波動弾か。こういうラティアスはアシストパワー波動弾瞑想自己再生っていうパターンが多いと思うから、これテラス切るわ。テラス切って身代わり置く。ここは巨獣音で稼げるだけアドを稼ごう。
まあどうだろう、ガチグマにテラスでも良かったような気はするけど。で、瞑想積むの？こいつもバトンがあるってこと？どういうことだ？でも命のリミットがあって苦しいのはそっちの方なんじゃないのかな。瞑想自己再生でこれ完全にまくれるっていう風に判断してんのかな。でもアシストパワーでしょ、メインウェポン。これ呪いも入れるか。呪い入れてから自己再生でギリ迷う、ま、間に合うと思うから、うん、ここ瞑想積むんだったらもうこれはね、呪いからの定数ダメージばっこり入れて2種類の定数ダメージで蝕みながらあと一生自己再生打ってるだけみたいな状況にすれば、まあ、この対面はアドなんだけど、引かれた時にじゃあどうするかっていうと、またもう一回展開を考え直さないといけないんだよな。いや、まあ、面白いわこの構築。相手の構築やることが見えすぎてはいるけど、それでも強いっていうね。あとそこのピースの一つに荒ぶる竹を採用してるのも面白いよな。いやで、これこのままいったらラティアス死ぬから、自己再生打つか交換かのどっちかなんだよな。まあ、このターンは余裕あるから自己再生打ちましょう。ああそうだよな。え、これ交換にならん？相手だって呪いも塩漬けも入ってる状態で突っ込むの分が悪すぎるよな。いやだからこれもうワンサイクル分見越さないといけないや。巨ジオンにテラス切ったの時期尚早だったかな。結局波動弾一回も撃ってきてないもんね。なんかいらんかった気がするな。まあしょうがねえわ。いやあとワンターンが長え。相手自己再生撃ったのにもう7割まで削れてんじゃん。いやここ交換だと思うから塩漬け撃つわ。あ、自己再生撃つの？いや厳しくないですかそれは。自己再生撃ったところでになっちゃってない？こっから俺は一生塩漬けを撃てばよくなってるから、塩漬け食らってで呪いダメージ入って塩漬けダメージ入ってでもう一回自己再生撃つんか。これはさすがに未来がなさすぎるぞダーティアス側に。俺は交換で裏のポケモンを無償で着地されたくないから、もうこっから一生塩漬け連打でいいと思うんだよな。でも相手身代わりも壊したいでしょ。悩ましいね。光の壁なくなっちゃってんじゃん。そうか、いや壁あったんだったら、まあガチグマとか早めに出さなくて正解だったと思うな。まだ自己再生打つ。どういう未来を描いているんだろう相手は。なんだこれ、塩漬けの PP カラスとかそういうノリありえるのか。でも塩漬けの PP より自己再生の PP の方が少ないからな。塩漬けの最大 PP16 で自己再生8でしょ。で気づけば巨人をフル HP じゃねえかよ。でまだ多分足場で身代わりは割られちゃうか。あーでもまあこの定数ダメ込みでもうやや回復はできていってるのかラティアス側。ちょっとずつね、本当にわずかずつ回復はできてるわ。いや塩漬けの最大ダメージ PP24 もあるわ。絶対枯らせないぞ。え、足場なんここ。あ、なんだこれ、身代わりだけは最低限割らないと始まらないってこと。え、でもこれさ、最終的にこのバトンタッチで繋いでいく最終エースがラティアスでしょ。その唯一無二のエースを失ってしまうのって試合展開的に相当苦しくならないか。何か策があるのかな。うわ、ここ竹なんだ。キノコの胞子が効かないっていうのが致命的な気がしますけどね。いや怖えけどここ塩漬けいくぞ。うわ、噛み砕くしっかり持ってるわ。あーただ半分入らないで、 B ダウンは痛すぎる。これ一回引かないといけなくなっちゃった。いやまあしょうがないよねこんなもんね。これに対してどう対策すればいいんですかって話だからな、この 10% かなんかの追加効果をな。こういうなんかあの緻密に試合を組み立てていってるのに、この技の追加効果とか急所とかそういうしょうもない運要素を一つで全てが瓦解するの本当ゴミゲーだと思うんだけど。結局これだってジェンガを積み上げてで最終的に机揺らしたやつが勝ちっていうゲームになってるぞ。いつからそういうゴミジェンガになったんだこのゲームは。たっかなんか追加コンテンツ込みで8000円ぐらいするゴミジェンガになってんぞ。ジェンガだぞこれ。あ、しかしこれはいい耐え方ができる。ここはもう素早さ上取れてるうちに滅びの歌で命のリミット設定するか。ここトリックルーム打ってしまうと上からキノコの胞子打たれるからな。ここはさすがに滅びの歌だ。竹を引くんだ。
いやこれ TOD も視野に入れた方がいいか。さっきのターンはクエスパトラが加速バトン、あ、じゃあ光の壁から加速バトンを速攻決めてきた。トリックルームかな。ちなみにこれバトンタッチ打ってしまうと滅びの歌も継続するからな。滅びの歌も引き継がれてしまうからそれはやりたくないはず。ここトリックルームでいいや。リフレクター張ってきてる。両壁型なんだけど、両壁瞑想バトンとかそういう感じかな。ルミナコリジョンだけはあるんだろうか。どうしよっかな。トリックルーム展開できた。ルミナコリジョンあったらちょっとうざいな。いや光の壁展開されるんだったらガチグマ出すより巨獣音出したいんだよな。いやここ巨獣音でいいや。巨獣音で上から、塩漬け打つか自己再生打つかの柵に持ち込めばそれでいいと思う。あ、両壁貼られちゃった。オッケーオッケー。両壁あってバトンタッチある。ルミナコリジョンはさすがにありそうか。わかんないね。アシストパワーではないな。少なくとも羽休めでもないと思う。でここってもうクエスパトラ失ったらマジいから 100% 交換だと思うんだよな。だからここさすがに交換際に塩漬けは入れておきたい。いや嘘でしょ。いいのクエスパトラ失って。あ、いいんだ。いや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 、何やってんだこれ。何やってんの。もう死んでもいいってこと。本当にやることなくなっちゃったんか。ってことは多分加速じゃない、攻撃技ないんだ。ルミナコリジョンの一つでもあれば絶対ここ打ってくるから、もう攻撃技が一つもなくて、これを荒ぶる竹一匹でなんとかしようっていうのはさすがに無理があると思うぞ。しかもこれ加速バトン前提の荒ぶる竹だから早いだろうしな。だからトリックルームがまだ残っているので、なんか恐ろしい数のギミックが展開されてるけど、トリルがまだあるから俺が上を取れる。少なくとも塩漬けを上からは打てるわ。あ、いやここまでやって降参なの。いや、どちらかった試合だったな。でもまあ面白い構築だったわ。ありがとうございました。マッチングしました。イモさん対戦お願いします。アシレーヌが苦手なんだよな俺のパーティー。アシレブリジュラスが割と苦手。そこに霊獣ランドロス、炎オーガポン、外流ハバガミという構築。まあ言うて叫ぶ尻尾から入りたいな。ステロは巻きたい。叫ぶ尻尾でステロ巻いて、相手にもステロ巻かれる可能性が非常に高いと思うんだよなこの試合って。霊獣ランド、ブリジュラスあたりはステロ巻けるポケモンだから、あんな偉大党の気合のたすきって当てにならないと考えると、これウルガモス出して最後スイープさせるのありかも。ガモスにテラスを温存するっていう動きはありなんじゃねえの。まあ、素で技の通りがいい鉄のカイナをトリルアタッカーに選出して、でアシレとは殴り合ってもらってウルガモスにつなぐでいきます。相手の先発は外流なので、これはね滅びの歌かな初手。電磁波アンコール、クソしょうもない外流が絶対湧くことになると思うんで、知らんけど初手に出てくる外流はそういう系だと思う。だからまあ初手滅びの歌打つわ。龍舞か。てか元から上取られてるな。 S 上取ってきてる外流だから AS ぶりの外流ってことはスケールショットある可能性が高いな。スケールショットアイアンヘッドある可能性高いわ。まあいいんじゃないですか。だとしてもこれアンコール打ってきそうな気がするよな。だから次のサイクルのために海流温存された時用にここでステルスロックでいい。アンコールね、知ってる知ってる知ってるよ。まあその100も承知だって。一生海流使って同じ方コピって、もう社会主義国家のように同じ方を量産されたね。はい、うん、それを分かってるって、そのこの量産型外流がやってくるような手は。であと2ターンで外流が死ぬだろう。どっかのタイミングでトリックルームは展開していきたいが、次アンコール打たれるのって別に問題ね。トリックルーム打とっかなここ。普通に自信で殴ってきやがった。もうあれアンコールはいいの、もうアンコールしなくて。やりたい放題やられてるけど大丈夫かお前んところ。叫ぶ尻尾を次の地震で倒せないことを考えても、まあさすがに温存してくると思うから、こうカイナに引くわ。まあ海流が温存してくるんじゃねえの。だとすげえ海流に対するヘイトしか出てこねえんだけど、ごめんな海流好きのみんなは。海流愛してるぜいたらごめん。まあ、これ引いてくると思うけどね。あ、でしょうな。
で、アシレーヌですか。まあ、だどこにテラスタルを切られるかによるんだよな、すべて。まあ、だ鉄のカイナが唯一無二のエースだから、ここ俺テラスタル飛行機って一応相手のムーンフォースとか等倍で受けて、で雷パンチ打とうかな。相手にもテラス切られたらちょっとだるいわこれ。もちろんこれ霊獣ランドバックっていう裏目があったんだけど、なんかいなそうだね。今の時代のアシレーヌってテラスタル何を採用するんだろうな。え、しかもなんか通ったんだけど、そりゃ魔人じゃねえの。いらんとこで急所に当たらんでくれ。これ HB でも絶対倒せてるぞ。アシレは切って、で外流でも勝負できないからラスワン来るんか。羽ばたく神でなんとかなる話でしたっけこれって。なんだこれ、テラスタル電気とかありえる？テラ地面とかたまにいるけどね。いや、まあこれ雷パンチでいいと思う。 HB 羽ばたく神だったら等倍雷パンチは耐えてくる。いや、どう？あー、耐えてくるんだやっぱり。あ、しかも甘える型のキメえやつだ。これでなんか外流に交換して時間稼いできそうじゃない。トリックルーム残りワンターンだし、外流交換許したくないからここ冷凍パンチ打つわ。あ、通った。もう、じゃあもう外流だけで勝負するんだ。外流1匹だけで勝負するってこと？それはどうなん。うん、これはね、アンコール、リュウマイ、地震まで確定してるでしょ。ここ叫ぶ尻尾に交換しようぜ。アイアンヘッドはないタイプなのかな。いや、でもスケールショットもありそうな感じの素早さの調整はされてたんだよな。まさかのお前が地面テラスなんだ。ちょっとそれあんま分かんなかったな。これはね、リュウマイ自身でさっきのダメージどれくらいだった？さっき60ぐらい。テラ1になってもまだ耐える可能性があると思う。ここはまあトリックルームでいいと思いますね。いや、俺これ耐えると思うわ。さっきのダメージ的に。耐えますよね。で、トリックルームかまして、盤面をリセットしつつ、これはね、ミストバーストを打つか滅びの歌を打つか悩むんだよな。どっちがいいと思う？滅びの歌でいっか。アンコールここで打たれたらうざいからミストバーストの方がいい。いや、滅びの歌でいい。絶対滅びの歌でいい。神速なさそうだね、この海流。地震、竜舞、アンコール跳ね休めなんか。スケールショット？何やってんのこいつ。なんだこれ。いや、これはね、鉄のカイナ読みだ。鉄のカイナで地震を透かしてくる読みなんだ。やるわけねえだろそんなこと。いやー、これ絶対勝てるから慎重に行こうな。楽しい。負け格の海流いたぶってる時が一番楽しいぜこのゲーム。ここはさすがにもうミストバーストでいいと思う。降参すんなよ。おい、降参すんなよ。拷問させろよ。なるほど、折り返し地点までは来たぞ。ここから約3500人をごぼう抜きにして最終3桁へひた走っていきたいと思います。ではまた次回にご期待ください。ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠る、暗がりで一人命を削る、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。